町からのお知らせ。橋梁架け替え工事に伴う通行止め迂回のお知らせ。献血についてのお知らせなど。式に熊野座神社、還暦、古希、喜寿、お宮参り。厳かな神事の様子と懐かしい集まりの賑やかな様子をお届け。高森高校漫画学科授業。コアミックス堀江信彦社長による授業の様子をお届け。週刊情報高森。まずは熊本県商工会連合会第63回通常総会春の叙勲の様子。続いては日下部地区通いの場体験会の2つの話題。その他の番組はご覧の通りです。もう一度見たいあの瞬間を手元のスマートフォンで。 TPC の番組が YouTube でもご覧になれるのをご存知ですか？ TPC では毎週月曜日に1週間分の放送内容を投稿しています。テレビで見逃してしまっても、放送時間にお家にいなくても、地域の番組を視聴できるんです。町からのお知らせに、数々のおなじみのコーナー、地域の行事の様子など、実は見たことのなかったお気に入りのコーナーが見つかるかも。さらに金曜日には見どころの紹介もしていますよ。町の外で暮らすご家族やお友達にもおすすめです。ふるさとの情景や最近の様子がいつでもあなたのポケットに。チャンネル登録待ってます。